ロバート・ブルース・メリフィールドはアメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身の科学者。1984年にノーベル科学賞を受賞した。生まれて間もなくの1923年、一家と共にカリフォルニア州に移った。いくつもの学校を転々とした後、1939年にモンテベロ高校を卒業した。その中で彼は、 科学と天文学の両方への好奇心を膨らませていった。その2年後、パサデナジュニアカレッジに入学、その後カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ移る。卒業後は、フィリップ・アル・パーク研究基金で動物の群れに関する研究やアミノ酸ダイエットの研究を行った。カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ戻り、生科学の MS 団教授の下で、ピリミジンの定量法について、 研究を行った。1949年7月19日に結婚。その後ニューヨークのロックフェラー医学研究所で勤務する。さらにその後、ロックフェラー大学へ移って研究を続けた。1959年に型症を用いたペプチド合成法を思いつき、研究を行って1963年にジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイティに発表。 その後は研究室でペプチドの合成を行い、ブラジキニンやアンギオテンシン、インスリン等を世界で初めて作り出すことに成功した。これは医学、薬学並びに生化学に大きな影響を与え、酵素やホルモンなどを合成することができるようになった。1993年に自伝を発表したニュージャージー州クレスキルデボツ。ありがとうございます。